フィニッシュの決め方、練習場でかっこいいフィニッシュ見て憧れありでしょ。そういうかっこいいフィニッシュ取れる方法を今日はお話しします。皆さんこんばんは、原田ゴルフ原田修です。今日はね、フィニッシュについてね、綺麗なこういうフィニッシュね、これなんか見せつけてる人いるでしょ、なんかオーラを出してね。僕じゃないよあれなんでできんのって話ね。やりたいでしょ皆さんね。僕もやってるなんてねやってないよ、僕は自然にそうなってるだけで、別にやろうと思ってやってはいないっていうことですね。じゃあその方法を今日お話したいんだけども、どうしてるか分かります？皆さんね、分かんないよね。これねすごいシンプル、ちょっと、誰でもできるからよく聞いて。まず今日何をやるかというと、フィニッシュを決める方法としては土台から常に先行していく、これがすごい大事なんですよ。特にフィニッシュにかけて言うと、土台が動いてから最後に上が動く、つまり下半身リードが基本になるわけで、下半身が全て使用し終わってから、全ての仕事が終わってから上半身が終わる、下上ピタなんですよ。上ピタ下ってやると、ほらかっこ悪いの分かる？下が全部終わってから上が動く。よくこういう人いるんだよね、こうフィニッシュの作り方でこういう人、終わってからカッコつけちゃう人ね、とかは まずまずいし、これもう一番まずいのはこれだね、こう上だけが動いちゃうから下が全然伴わないってことね。常に下から上、下上ってやるとバランス取れるけど、上下だとバランス悪いし、上やってから下やってからバランスまた取り直しても意味がないわけだから、ちゃんと下から上っていう関係性を理解できるかどうかですね。ちょっともう一回やってみますよ。そうするとちゃんとバランスよく、スイングできるわけね。こういうふうに。下から上っていう。踏みするとバランスよく終われるわけですよ。でこれさっきね、カッコつけてとかって言って、なんでこういうフィニッシュ取ってるかって、本当に理由を言うと、これはね調子の悪いいいっていうのを常に指標としてデータを取ってるわけ。つまり止まれない時っていうのは何か悪いなって常に思ってるわけ、僕らはね。止まれないってことは、要は自分でフィニッシュで止まれてないんだから、どっかでどっちか先に動いてるから、あまずいなって。調子いい時って分かってるから、調子いい時はピタッと止まる、それに対して止まれない。じゃあ何が悪いの？今日は調子いい、じゃあそのまま行こうとかね、いちいちスイングいじりたくないからフィニッシュから考えると、そういうふうにしてね、一応指標としてフィニッシュからチェックをしてるっていうことを、皆さんに伝えておく。なのでカッコつけてるわけではないっていうことですね。そうでしょ、そうだよ。じゃあ具体的に何をしたらいいのかというところをお話したいんだけど、これはフィニッシュで下半身リードっていうのはみんな難しいからできないんですよ。難しい。じゃあどうすればいいか。バックスイングを下半身リードにするの。これだけなら誰でもできるでしょ。こっから始めると誰でもできる。じゃあどういうことか、ちょっとやってみます。下半身リードバックスイングね、もう一回ですよ。下半身リードバックスイングっていうのを繰り返すの。そうするとここが一瞬間ができるんですよ、ね、そしたらそこでまた下半身リードっていうと、ほらフィニッシュ止まれるから。これが動かない人多いんだよね、でもね。だからそれはこういうふうに少しストレッチして、でもできるようになるから、上半身を抑えて下半身、下半身から回して、それから上半身、そしてそこからまた下半身回って上半身っていう風に、こういう風にすると下半身リードのまず意味合いが分かるから、バックスイングで上半身から回ってからだともう無理、回っちゃったらもう上から回るしかないから、その後足つったらもうどうしたってバランス取れないんで、
それを練習してください。それを、スイングの振り幅で、できる範囲でやる。上級者は大きいスイング、初心者は小さいスイング。例えばクォータースイングですね、4分の1のスイングでもあるから、下半身リード、ちょっと4分の1回して、これでもいいね。もう一回やっちゃう、これでもいいね。じゃあ半分、ハーフスイング、これでもピタッと止まれるね。これでもいいでしょ。ハーフショット、スリークォーター、4分の3、このぐらいね。ほら、これでやるとフィニッシュピタッと止まれるから、ビタビタッとね。そしてちゃんとフルスイングも同じ、下が動いて、こんな感じ。そしたらピタッと止まれる感じになるから、下から行って上が止まるっていう、この関係性が理解できますね。ということでね、今日は、フィニッシュについてですね、綺麗に決まるっていう、まあ、なんか形じゃなくて、その順番っていうのがすごい大事だということね。シークエンスね、キネティックシークエンス、そこの足から上っていうこの展開をちょっと解説してみたんで、ちょっとそこ踏まえて最後フルスイングしてみますよ。下から上、下から上ってね、こっち側のフィニッシュの下半身リードができないっていうのは、バックスイングはできていないっていうことをちゃんと覚えておいてください。やってみます。下半身から、下半身からこういう感じでね、もう一回やります。下半身からすごいっていう話でね、多分ここはカットでしょう、すみません。ということで、こんな感じでフィニッシュ取ってみると、練習場でオーラが出始めると思うので、ぜひねやってみてください。ということで、このチャンネルでは私のレッスンノウハウを、更新、毎日、更新して YouTube でアップしてますから、ぜひともね、見逃したくない方はチャンネル登録と、ついでにね、今日のレッスンについてのコメント、感想、ちょっと練習でやってみてよってね、言ってやってみてください。フィニッシュピシッとね、でその結果をちょっと僕に聞かせてください。そこからな、アップデート YouTube 頑張って毎日アップしてますから、ぜひコメントとよろしくお願いします。あとオンラインサロンではね、直接のこうチャンネル視聴者とのやり取りをやってますから、そちらの方でね、ぜひぜひですね、僕にサポートさせてください、ね。毎日レッスンしてますから、ぜひともよろしくお願いします。では今日はこの辺で終わります。終わります。さよなら。動画最後まで見ていただきありがとうございます。もし良いと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もっとゴルフが上達したいという方はオンラインサロンに参加してみてください。YouTube では語っていない有益な情報を発信しております。その他オンラインでのゴルフ指導も行っております。家でも学べる新しいゴルフスクール、原田ゴルフオンラインサロンもよろしくお願いいたします。